はいどうも、俺のアウトドアチャンネルのまさにです。今回は前回の大島キャンプ場の続きになります。食べてばっかりのシーンが続くと思いますが、よろしくお願いします。それでは俺のアウトドアチャンネルスタート。どかして、下には置かないで、ふってしてもっと、やばい、めっちゃうまそう、えぐい。ベーコン、チーズ先やろ、うん、後ろバターが、バターが、え、消せる、消せるけど、あの俺のさ、バランの叫び、何それ、バランって言ってた、言ったね、あれはカットしてて、多いかな他の分なくなるよ。確かに、はい、こんだけ食べたい。そんな熱いって、そう、はい、いただきます。はい、どうぞ。今作ってるのはビーフシチューですね。まあ、今回のキャンプでは、まあ、今まで作ってきた、まあ、キャンプのご飯を、まあ、思い出飯として作ってみようっていう、まあ、息子のアイデアでやってます。なんで今回は、まあ、あの家族キャンプで何回か作ったビーフシチューを息子自ら作ってくれております。ありがとうございます。さあ、そろそろできたのではないでしょうか。ではね、開けてみたいと思います。せーの、オープン。やば、これ超うまそうなんですけど、なんかね、水加減間違えたのか若干シャバッとしてますけど、美味しそうですね。しばらくおいで多分とろみついてくるんで、あとはこのままちょっと様子を見たいと思います。おはようございます。今ね、朝の5時ぐらい、昨日何時ぐらいかな、何時ぐらいだったか忘れたけど、その深夜に1回地震がありましたね。地震の緊急速報で目が覚めて、家族たちからも連絡あってって言って、まあ、そっからね、なんか寒くてちょこちょこ起きて、で今なんですけど、まあ、今5時ぐらい、で外出て、なんか外を見たらあちこちこうキラキラしてました。多分ね、今日マイナスですね。
すごい寒い。もう慌てて車からストーブ引っ張り出してきて、もう温まってる感じです。もうしばらくしたら、まあ夜が明けてくると思うんで、夜が明けたらちょっと海の様子見に行ってきたいと思います。これを飲んだら活動開始ですね。いただきます。ああ、凍ってますね。今ね、朝ごはんの、まあ、ご飯を炊いてるんですけど、まあちょっと久しぶりなんで心配なんで一回開けてみようと思います、まあ、これである程度できればもう蒸らして終わりみたいな。オープン。ツヤツヤでございます。いいっすね。あともう蒸らして待ってですね、他のものの準備を始めていきたいと思います。できました。今日の朝ごはんはカモンかけご飯と大盛りサラダです。なんかね、思い出のメニューを作ろうと思っていろいろ用意してきたんですけど、なんだかんだでこれになっちゃいましたね。まあでも美味しそうなんで OK です。ではいただきます。はい、とりあえずまあ朝ごはん食べて釣れないと思いますけど、しばらく頑張っていきます。いやー、ダメでした。昼ご飯はね、大量のお魚使って刺身になる予定だったんですけどね、残念です。また今度頑張ります。はい、今昼ご飯作ってます。今日作るのはもう過去一キャンプに作って美味しかったと思われる天気の子チャーハンですね。天気の子のアニメの中でやってたやつなんですけど、まあごま油をひいて、でごま油をで生姜を炒めて、で生姜の香りが立ってきたら今度玉ねぎを、みじん切りの玉ねぎを炒めてます。でこれが飴色になるまでとりあえず炒めます。はい、で玉ねぎがしんなり炒まったら豆苗とで、まあ、中火で炒めていくっていう感じですね。まあ今焚き火でやってるんで、まあ、ある程度間に合うの中火な感じでありますけれども、でご飯を入れていきます。はい、ここが一番大事なところで、まあご飯がある程度炒まったら、このポテトチップスの海苔塩味、これを砕きながら入れていきます。
まあどれぐらいっていうのは特に決まってないんですけど、多分これ食感も考えてると思うんで、割と多めに入れた方が美味しいんじゃないでしょうか。これでこれともうあと醤油でほぼ味付け終了なんで、多分これは多めの方がいいかなっては思います。はい、卵を、まあ、卵黄ですね、卵黄を中央にのせて出来上がりです。こんな感じ、超うまそうですね。匂いも本当にいい匂いがします。今から食べてみます。はい、それではね、これ食べてみたいと思います。まずはちょっと黄身をのせないで一口食べてみます。いや、醤油めっちゃ入りましたけど、ちょうどよくなってますよ。めっちゃうまい。玉ねぎも入ったりして、豆苗も食感いいし、いや、これすごい甘みもあってめっちゃくちゃうまい。ほんと店に出せる。ちょっとね、じゃあ2口目はこの黄身を崩して、こんな感じで食べてみたいと思います。これは、いや、もう、いただきます。罪深い、めちゃくちゃ罪深いですよ。本当にもう正直、もう死ぬ前のご飯はこれが食べたいって思うぐらいめちゃくちゃうまい。あとはちょっと本当に噛み締めながら食べていきたいと思います。あとね、これ食べ終わったらもう片付けて帰りなんで、まあ今回はこれで終わりたいと思います。それでは俺のチャンネル終わり。